皆さんどうもこんにちは、サイチャンネルのお時間です。女子体操選手の宮川サイです。ということで、男子の種目3種目挑戦してきたんですけど、難しかったです。女子にはない筋肉の使い方とか、平行棒なんかはめちゃめちゃ痛いし、男子すごいなと思いました。逆にどうでしたか？思ったより、釣り輪だったら力上がりっていうよじ登る感じで指示したり、円盤、あん馬の練習器具のキノコみたいなやつでも結構回れてたんで、本当にびっくりしました。男子の選手になれるかもしれない。間違いなくなれる。まあちょっと男子の選手になったんで、はい、じゃあちょっと女子の選手になってもらいたいなと。あ、僕が。ちょっと平均台と床の男子にはないターンとかジャンプ系にちょっと挑戦してもらいたいなと思うんですけど。なるほど。準備はいいですか？準備万端です、はい。はい。じゃあ早速やっていきます。じゃあまず平均台、この幅何センチか知ってますか？確か10センチ。正解、10センチ。これ10センチの幅で、まあ、女子はいろいろバク転だったり宙返りだったりするんですけど、じゃあそのさっきと同じようにちょっと目を見がねで、あちょっとやってみます。やってみてください。はい。お願いします。お顔みたいな。あれ女子の、女子の、はい、どうぞ、頑張思った以上できない。生まれたってイカみたいになった。できると思った。じゃあ側転にチャレンジしてもらおうかなと思います。はい。足開かないように気をつけて。じゃあまず側転のお手本を見せたいと思います。お願いします。ポーズから綺麗に。はい、はい、お願いします。ありがとうございました。上がりから、はい、任せてください。もう今お勉強したんで。なりきって、はい、お願いします。あまり上手くなかったかもしれない。普通に測定できる選手でもこの平均台10センチの幅になるともう生まれたての小鹿みたいになってできない。その
中で女子体操選手はバク転とか宙返りとかをやります。素晴らしいです考えられない。じゃあもう次行きますか。はい、じゃあ次床のジャンプに挑戦してもらいたいと思います。次は床のジャンプに挑戦してもらうんですけど、実はこのジャンプはちょっと私も苦手で、今ちょっと課題にしてる技なんですけど、男子と違って女子は音楽に合わせて体操系っていうターンとジャンプの技を2つ入れなきゃいけなくて、それが女子の特徴なんですけど、それに挑戦してもらいたいと思います。わかりました。じゃあ私の技に床のプログラムに入ってるジャンプ1つと、はい、あ、ジャンプ2つ、はい、ちょっと挑戦してもらいたいので。わかりました。まずちょっとお手本を。はい、よろしくお願いします。今のは交差ジャンプっていう技なんですけど、足をこう一回交差して前、後ろで交差するのでコースジャンプっていう。入れ替えるんですか？入れ替えます。なるほど。で、片足で、はい、うん、なるほど、多分できます。できます。お願いします。おおいい感じいい感じ。もうちょっと後ろ足が伸びれば。ああ、なるほど。はい、美しくお願いします。任せてください。はい、お願いします。おお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 してるんですけど、初めてやるナミゲイ君にちょっと負けそうでした。いえいえ、そんなことはないですよ。どっちが上手かったかコメント欄でお願いします。はい、ということで男子の種目3種目、女子の種目2種目やってきましたけど、疲れましたね。普段やらないことをすると、はい、明日多分今ジャンプやったんで筋肉痛になるかもしれない。確かにちょっと。そうですね、股周りが筋肉痛になって股周りがちょっとあんまりなんかジャンプで足開くとかあんまないんで。ですよね。はい、釣り輪とかもじゃあここめっちゃ筋肉痛になりそうです。絶対筋肉痛になりますね。しっかりほぐしてこの練習が次の練習に何か生きてくればいいかなと思うんですけど普段やらない練習っていうのもなかなか楽しくていい練習になりました。今日はしっかりお風呂に入ってストレッチして休みたいと思います。はい、でも楽しかったですね。はい、楽しかったです、はい、めちゃくちゃ女子ってすごいんだな、改めて。そうです、男子ってすごいんだなと思いました体操もいろいろ種目があって魅力的なスポーツなので、ぜひ体操も試合とか YouTube にもいろんな演技載ってますので、女子男子ともに見てほしいなと思います。ナミゲイ君のチャンネルも概要欄に貼ってありますし、この後、撮影する予定なので
その動画も概要欄貼っとくのでぜひ見てください。はい、お願いします。お願いします。じゃあこの動画が面白いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。